なんかその体感的な部分をこう、うんうね、とてもインスタレーションでは重視するんでしょうね。よくあの参加型なんて言われたりもしますもんね、うんうんうん、絵画とか彫刻の美しさだけを見るだけではなく、うん、それをどう解釈するのか、みんながこう傾倒していった結果、こういうものも出てきたってこと、はい、そうですね。では愛ちゃん、今回の講座テーマは何でしょうか。はい、今回はインスタレーションアートについて少し学んでいきたいと思います。はい、聞き馴染みはないかもしれないけど、聞いたことがある人はいるかもね。そうですね、あの常にアートって定義するのが難しいので、うん、まあ、いろいろあるという前提ではあるんですけど、うん、インスタレーションアートっていうと主にあの空間を使った芸術作品とか空間芸術、はい、そういったものになっていくかなというふうに思います。はいはい、ではいつ頃からあるのかというインスタレーションのまず歴史からなんですけれども、うん、ここも実はね諸説あるんですけれども、うん、1970年代頃から定着をしていったというふうに言われています。ルーツとしてはあのご存知の通りデュシャン。あ、そうなんですか。です、ね、ここもデュシャンなんですか。はい、デュシャンも結構あの泉がね、便器の泉、うん、有名ですけれども、それ以外にも結構大型の作品多いので、うんうん、それが後にインスタレーション発展していって、70年代の定着した。なるほど。だから大きな、まあ、立体みたいなものを作ったけれども、はい、その立体そのものというよりも、うん、もうその空間そのもの全体がもうこれはアートじゃねえかっていうことを言い始めたってことですね。はい、空間も巻き込んだ形でアート作品になっていきました、はい、でその特徴を捉えるためにいくつか参考になりそうな例を見ていきたいなというふうに思っております。ジュディ・シカゴのザ・ディナーパーティーというものなんですけれども、アメリカで非常に有名なアーティストなんですが、はい、今ブルックリン美術館に常設展示されています。三角形のこうテーブルに見ての通りではあるんですが、これテーブルなんですか。はい、テーブルです。でここに39名分のディナーが並んでいます。細かく見るとね、こういろいろあるんですけれども、大きな意味合いで言うと作品は女性の歴史を可視化したもので、その女性の歴史がどういうものであるかということを語っている雄弁な作品と言えるかもしれないですね。でじゃあ次の作品も見ていきたいです。ソル・ルイット・ウォール・ドローイングという作品ですけれども、ミニマルアート、コンセプチュアルアートで知られているソル・ルイットなんですが、1969年にスタートさせた絵画シリーズの一つで、特徴が一つあります。それは彼が作品のプランを残していて、彼以外の人がいろいろな場所で月々にこれを制作するようにこう考えられた作品なんですよね、うん、なので彼がいなくてもこの作品はどんどんと続いていくよという。69年からずっと続いてるってことですか。そうです。すごいですね。終わらないっていうのも面白いですよ ね、そういうふうに考えを残していくと、他の人がその説明書きに従って作ることができるので、永遠に続いていくという。そのインスタレーションとかになってくると、その空間を体感していくっていう、うんうんうん、まあ、もちろん絵画とか彫刻も体感するものでもあるのかもしれないですけど、それがもっと具体的にこう空間と関わっていくことになるから、ね、まあ、さっきもなんか多分料理が並んでいるっていう、はい、その中でこうじゃあその料理を前にした時に自分がこうどう感じるのかっていう、うん、なんかその体感的な部分をこう、そうですね、とてもインスタレーションでは重視するんでしょうね。そうですね、うん、よく参加型なんて言われたりもしますもんね、うんうんうん、まさに今おっしゃっていただいた話なんじゃないかなと思います。まあ、参加型といっても作る制作自体に関わることもありますし、うん、単純にまあ空間で見るだけっていうのもあるんですけれども、うんうん、まあ、いずれにしても空間に入ってみて初めて成立するという、うんうん、そういったものが多いかなというふうに思います。そうです。もう一つ見てみましょうか、はい、こちらはイギリスの有名な作家ですけれども、うん、レイチェル・ホワイトリードのエンバークメントという作品、だいぶ大きな大掛かりですね。はい、作品になっています。これすべて半透明の段ボール箱なんですけれども、ちょっとしっかりしてそうな感じに見えますけれども、これがまるで街のように組み立てられています。まあ、街といっても本当のビルの高さが、ね、あるわけではないんですけれども、少し縮小した版みたいな感じで、で鑑賞者がその間を縫うようにこう歩いて通れるという、模索していくという、そういった作品になっています。でその次に
はい、ロンドンのアーティストグループであるランダムインターナショナルの作品でレインルームというものになるんですけれども、うん、これ屋内なんですね、うん、屋内なんですけれども天井からこう実際に水が滴っていてというかもう本当にザザーですよね、うん、土砂降りだったりするんですけれども豪雨を再現していこうというそういった作品になっています。これは鑑賞者ずぶ濡れになるんですか？はい、中に入っていってなるほど、まあ、体感してみてまたこれもそれぞれが感じ取っていくという、うん、昔オラファエリアソンのなんかこう、まあ、人工で虹を作ったりとか霧空間を作ったりとかっていうのなんか見たことあるんですけどそれは屋外なんですよ、うんうん、あ、なるほど。このインスタレーションっていうのは屋外屋内っていうものの、その区別っていうのはあるんですか？いや、どちらも成立するものかなというふうに思ってまして、あの屋内だと閉ざされた空間の中で本当作品だけが作り出すあの空間ができると思うんですけど、屋外だと自然環境も取り入れた形でそれもまた作品の一つとして生かしていくことになるのかな。それもまあだから屋外でのインスタレーションという感じになるんですね。はい、まあ、どちらもあの観客を巻き込む形で参加型になっていくなんていうのはよくある点じゃないかなと思います。本当ね、オラファーの作品も触ることが、ね、できましたもんね、うん、で例を今まで見てきたのですが、こうして見るとあの特徴いくつかあるかなと思っております、うん、特定の空間と密接に関わる、まあ、外であっても中であっても、うん、だいたいこの辺りで作品展開されているよというのがあると思いますので、その空間と密接に関わる、うん、あと非常に規模が大きいものが多いですよね。まあ、そうですよね、空間全体使っていろんなものを ね、メディアを複合的に使うことで、はいはい、でどちらかというとコンセプチュアル的なものが多い、うん、はい、で没入感インタラクティブな要素がある、まあ、参加型と呼ばれる感じでしょうかね、うん、はいはい、でテクノロジーと関わりがあるものもあるというところになっています。うん、なぜこういう作品インスタレーションという形が出てきたかという話なんですけれども、うん、まあ、デュシャン以降のいわゆる頭脳で見るアートっていうものが広がってきた、そこに根ざすのかなというふうに思います、うん、絵画とか彫刻の美しさだけを見るだけではなく、それをどう解釈するのかみたいなことにみんながこう傾倒していった結果、こういうものも出てきたってこと、はい、そうですね、やっぱりコンセプトであったり何かしらの社会課題であったり、うん、そういったものを表現するのに必ずしもそれが絵画であるとか立体作品であるとか、うん、それだけでは表現しきれないよというふうになってきたときに、うん、もっと空間に広がっていったのか、そうですね、で最後にですね、果たしてインスタレーションアートって変えるんですかどうか、お変えるんですかっていう話なんですけれども、うん、どう思われますか？いやー、売りづらいよねっていう話は聞いたことがある。だからまあ売れるは売れるんですよね。はい、はい、ご存知の通り、買うことができます。作家も売ることができます、うん、でよくあるのが作家が指示書といってその展示の方法を細かく指示を出して、うん、その通りに展示をしてねということを指示書を出して売るパターンっていうのが多いかなと思います。だからまあ本当にそれを再現するか否かではなく、うん、そのインスタレーションが好きでこれが欲しいってなった場合、はい、その指示書を売るっていう、だそれでこの作品を私は所持したっていう、はい、そういう感覚で買う方もいるっていうのは、そうですね、本当にあのインスタレーションも様々なので、うん、例えば内藤麗さんご存知かなと思うんですけれども、はいはい、糸を1本だけ空間に、うん、垂らしたという作品がありまして、それは知らない、うん、ありまして、本当これ、はい、あの展示してあっても見る人も気づかずによくぶつかってっちゃったりしてるの見かけるんですけど、それも指示書はこの糸1本を何メートル上からこれぐらい垂らすみたいな、糸自体に価値があるかっていうと多分そこではないんですよね、うん、その指示書に意味があって、その指示書が作られた背景に作品の由来があるので、うん、そういった作品も買うことができますし、売れてんですかね、どうなんでしょう。気にはなりました。気になりますね、はい、うん、では今回はこんなところで以上になります。勉強になりました、ありがとうございます。ありがとうございます。この講座では皆さんから取り上げてほしいテーマを募集しています。ぜひコメント欄や番組公式ツイッターにお寄せください。本日は以上となります。愛ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。